ひょういは、日本のスポーツ医学者である。夫は、日本サッカー協会会長の田島光三、息子は、プロサッカー選手の田島林太郎、老いは、プロサッカー選手の日田かけいた。1965年生まれ、東京都出身。白百合学園高校、千葉大学医学部を卒業。現在、国立スポーツ科学センタースポーツ医学研究部に、 副主任研究員として所属している。専門は、スポーツ外傷診断学。2008年に行われた北京オリンピック、2010年に行われた杭州アジア大会、2012年に行われたロンドンオリンピックにおいて、スポーツドクターとして、選手団に帯同している。また、現在、FIFA の医学委員会委員、女子委員会委員を務めている。 日本サッカー協会においては、スポーツ医学委員を2010年から務めている。以前は、福島県奈良派町の J ビレッジ内にある FIFA ゴールプログラムとして、世界初のスポーツ医学施設である JFA メディカルセンターに勤務していた。2002年東京事件会議か大学医学博士論文は、レーザー照射時におけるグラディエントエコーを用いた組織モニタリングの、 実験的評価。2021年日本オリンピック委員会が東京五輪日本選手団の新型コロナウイルス対策責任者に任命。だ多,多数。ありがとうございます。